私にご用事でしたか？よいしょ。あ、大丈夫よ、座ってて。あ、ごめんね。なんやねん、あいつって顔された。皆さん、こんにちは。ただいまのアイラトーン時刻は2023年1月31日火曜日の午後1時31分です。今日はシャンクさんが行商にいらしてますよ。靴やバッグを求める方はぜひ広場にお越しくださいね。それでは本日も良い一日をお過ごしください。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。ってことで一応ちゃんと冬の格好になったよあ、サンドイッチ。あら、皆さん声かけてくれて嬉しいわ。素敵ね。おしゃべりしよう。島の暮らしは時の流れがゆったりなようで、ちゃんと計画的に行動しないとすぐに一日が終わっちゃうわ。素敵ね。なんか昨日も同じこと言わなかった、ね、その言葉が好きなの今。あら、愛菜さん、お会いできて嬉しいでした。ふん、おしゃべりしよう。愛菜さん、今日もお互い充実した一日にしましょうね。たふんですね。そして今日も可愛いものある？いらっしゃい、ゆっくり見てってくれよ。レザーのハンドバッグ可愛いな。バーター付きストッキングも可愛くない？これロゴ入り紙袋可愛いなこの色は持っとったんかな。パーティーバッグ白っぽいのと黒っぽいの、オレンジっぽいのもあったか分からん。レザーのハンドバッグ買おうっと。はい、買います。今の服装にも合うかな。とりあえず今日これだけでいいや。毎度あり。他にも何か買っていくかい？いや、とりあえずいいです。ありがとよ。レザー間違えたレザーのハンドバッグ。あ、いいねいいね、こんな感じ。よき。ハンドバッグってあんま好きじゃないんやけどさ、肩にかけたいよね。肩にかけるか背中にしようか。よ、久しぶりだね。アイナ、仕事するならまず匠さんのとこだよ。了解です、行ってきます。ここに来たら暑そうだな。アイナちゃん待ってたわよ。今日も一緒に頑張りましょうね。了解です。アイナちゃん、イベントをやりたいって言った時賛成してくれてありがとね。いえいえ。じゃあ目標に向かって頑張ろっか。早速お仕事するしましょう。オッケー、お仕事を始めるのね。よし、今日もよろしく。さあ普通に声かけに行けばいいのね。さあそれじゃあ今回は別荘にプロレスのリングを作って毎日プロレスごっこするぞ。大好きな山に登って綺麗な景色を眺めたいな。うんうん、この子はやった子よね。こんなとこにも来るんや。私にご用事でしたか？よいしょ。あ、大丈夫よ、座ってて。あ、ごめんね、用はないんだ。座っててよろしいですよ。なんやねんあいつって顔された古い機械を眺めながらコーヒーを飲むって渋いよね。あたいのされたトマトで料理絶対イケてると思うのよね。おしゃれなスタジオからイケてる動画を配信したいな。おお、なんか今時って感じやね。桃源郷みたいなとこで桃でも食って過ごしたいな。桃源郷みたいなとこがよくわからない桃源郷ってどういう感じ？なんか霧に包まれた感じ、なんか幻っぽい感じのとこよね。どうしよっかな、おしゃれなスタジオからイケてる動画を配信、ちょっと楽しそうかも。あんたもリゾート満喫してる？あ、その服ってこの辺で不動産屋やってる人だよね。そういえばあたい今別荘もしたい気分超マックスって感じなんだよね。ワンツーお聞かせください。キャー、助かる。あたいのハッピーな未来のために頑張ってもらっちゃおう。ワンツーワンツーエアロビ系、よろしくお願いします。あたい的ベストな別荘はこんなイメージなんだけど、おしゃれな動画撮影スタジオ、マロン様。
ソファーに座って撮影する感じ？なるほどです。素敵なイメージですね。では、アイナちゃん、ロケーションを選んで差し上げてちょうだい。まあ、スタジオやけん街中にありそうな感じはするけど、でも静かな場所の方がいいよね。まあ、どうせ日常生活を送るんじゃなくって、まあ、動画撮影専門のスタジオとしてだけっていう感じで考えて、どこにしよっかな。この辺はいいと思うよ。ここにしよう。素敵、いいじゃんいいじゃん。早く直接見たい。ワンツー。こちらにご用意させていただく別荘ですが、1階建てか2階建てかどちらを希望されますか？え、どうしよう。具体的にどっちもありなんだよね。あ、まあプライベート空間と撮影スタジオの2つにしよっか。ねえ、どっちがいいと思う？ワンツー。じゃあ2階建てで行こう。あたいもそっちの気がしてた。じゃあ2階建てにしよう。ワンツー。ではマロン様、別荘の場所も建て方も決まりましたので、あとは現地で進めてまいりましょう。本当は1階どっちかって感じがいいんやけどな。アイナちゃん、マロン様を現地にご案内してね。1階は普通に生活しうると考えて、うん。キャー、いい感じのスポットじゃん。ここにあたいの別荘ができるのか、超楽しみ。ワンツー。それじゃあアイナさん、よろしくお願いします。ワンツー。おしゃれな動画撮影スタジオ、よしよし。じゃあまずは家を、まあおしゃれな感じがいいよね。うん、これにしよっか。あっという間に。で、屋根が、ストライプ。茶色の、うろこ。うろこなんかちょっと可愛いな。ボーダー。うん、うろこ可愛いね。うろこにしよう。茶色、青。こっから違うんか。紫、赤、黄色。色のバリエーションがな。肉球、よし、オッケー。んで、この木変えたいな。これじゃなくて違う。待って、ここが、何にしよっかな。いや、木かな。じゃあ、木で、桃にしよう。桃の木。季節変えたい、季節。春、夏、秋、冬。夏は？あー、夏かな。うん、いい感じ、いい感じ。んで、あと、オーダーは、ま、この3つは全部、中やろ。外はなんか置くものどうしよっかな。いやー、外は別に。なくてもいいかな、別に何も。結構スペースはあるけど。まあいいや、外は。中、行こう行こう。なんか納得いってなかったけど、入る直前に全体見た感じ、いい感じやったね。色味。この3つ？え、このソファー、微妙じゃない？そうよ、ここでなんか色々しよるけどさ、1階は生活スペースにするつもりなんよね。まず2階からやらん。まず私の中でのメインである2階をちょっとやっていこう。んで、さっきのあのこれね、バリエーションはホワイトにリーフ、
これが一番なんか明るい感じするんよね。スポットライト2ついるかな。んで、で、床と壁紙。まあ、撮影スタジオと考えるけん。カメラは、この辺として。で、ローテーブルは？ローテーブルを、あ、そっか、見えん位置に、編集机みたいなのもいる？木製ローテーブル。これで、あ、ピンクウッドかわいい。でもここはホワイトかな。色のバランス的には。いや、くっつきすぎか。こんな感じか。四角いテーブルを想像しとったんやけどな。まあ、いっか。ああ、まあまあ。んで、え、かわいい。この空間かわいい。んで、フロアランプ。フロアランプいる？あ、まあ、自然な感じを演出するためのフロアランプってことで一応置いとくか。ホワイト系か？こんな感じ。あ、まあ、これはこれでいいか。いや、でもなんか違うな。ちょっと待って、色味が。普通のこのホワイトでいっか。うん、これはこれでいいね。んで？んで、あとは、そうやね、飾る。植物とか。植物系。あ。行き過ぎた。この辺か。シェフレラ。シェフレラかな？ゴールドクレスト。え、どっちがいい？あ、でもシェフレラ。かわいい気がする。うんうん、こんな感じで。あ、いいやん、いいやん。ほんで、リングライトなぁ。リングライト。確かにね、テーブルの上にも、照明いるよね。とりあえず置いて。んで？あとは、ちょっとなんか、横の方に、横の方にちっちゃい机が欲しいんやけど、ミニテーブルどれぐらいやっけ？あ、まあ、こんなもんでいっか。ここに置いて。んで？椅子、椅子、椅子。で、椅子を、ホワイトかな、まあ。うん。で、ここで、まあ、ちょこちょこっと、編集を。デスクトップ PC。めっちゃギリギリな感じで乗っとるけど。まあ、大丈夫やろ。猫とかがおらんかったら。あ、待って、この、待ってってちょっと。このテーブル、これ白にしたいな。ホワイトウッド。テーブルクロスは別にいらんかな。はい。オッケー。パソコンの色は？ブラック、シルバー、ホワイト、ピンク。ピンク。で、これ何？ちょっとよくわからないな。なんか編集っぽい感じの画面やけん、これにしとくか。こんな感じ。で、あとは、あとはなんか開封動画撮り寄る感じにしとこう。あ、でもイルミネーションやけん上には置けんのか。く
あれやな、ちょっと飾り、飾りとして置いとこう。かわいくない可愛くない。いや、あれやん、なんか、部屋の中のね、部屋の中で撮影するとき、なんか後ろにいっぱいぬいぐるみ並べとる女の子とかおるやん。ああいう感じで。飾り。飾りとして置いとくね。あ、あと、ガラスのキャンドルホルダー。アロマスティック。女子力ね。いや、これはいらんな。あ、メイク動画ってことにしよう。よし、これで。メイク動画を今から映す。あ、これどこに置いたらいいんかな？あ、ってことは、じゃあアロマディフューザーこれ外して、ここに置いとくか。よし、オッケー、これで。あ、いいね、いいね。撮影スタジオ、撮影スタジオ。じゃあ、一回。じゃあ、これで一回で、まあ、あの、個人的に、個人的に過ごす場所、プライベート空間を、まあ、いや、ちょっと家具置いていこうか。ここで、まあ、下に普通に木製シングルベッド、ライトウッド、ホワイトウッド、ピンクウッドパターン。え、どうしよう。この辺の柄めっちゃ可愛いな。いや、でもベッド布団にして可愛いかどうかわからん。服とかやったらこういう柄めっちゃ可愛いよね。あ、これ可愛くない？これにしよう。これで。んで、ノルディックなシェルフ、これが、うーん、ブルー。いろんな色ありすぎやな。ホワイト、レッド、ブルー。でもブルーかわいい。ちょっと待って。ここ真ん中のとこにさ、ドンと、そこにテレビ置くや、テレビ。よいしょ、この辺。ちょっと待って、色味。でもブルー濃いんよね、これ。白でいっか。んで、木製オープンシェルフ。これも水色ある？いやー、濃いな。ホワイトか。これどっち向きなんやろ？こっちか。あ、こっちか。絵的に。んで、そこに、え、ちっちゃ。ちっちゃいけど、まあ、いっか。まあ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 。んで、ソファーが欲しいな、ソファー。こっちはもっとね、なんかどっしり座れるソファー。あ、まあこんな感じでいいかな。よし、OK です。まあ下はシンプルでね。OK。できました。はい。調子はどう？いい感じ？ワン、ツー。あ、待って、上で言った方がいいんか。ね、写真撮るのに。よし、これで、完成しました。調子はどう？いい感じ？ワン、ツー。完成しました。やっほー！待ってました！ワン、ツー。時間かけて作り込んでくれたんだね。与えのためにありがとう。嬉しいよ。お疲れ様、アイナさん。いえいえ。さあ、どう？いい感じ？そこのソファーに座ってくれたら嬉しいんだけども。座りはしないか？色味的にめっちゃ好きなんやけど。あ、撮影する側？映される側じゃなくて映す側ね。でも別にそれ定点で覗き込みより必要はない気がするけど。カメラの方がめっちゃ気になるんやね。今日は超お世話になったよ。あたいテンション上がりまくっちゃった。ねえねえ、帰る前に別荘の写真撮ってかない？ワン、ツー。はい、撮ります。
そうかなくっちゃ。めっちゃいい感じに撮っちゃって。終わったら声かけてね。ワン、ツー。よし、ってことで。商品紹介。いや、メイク動画か。お願いします。違う違う、離れる。あ、これで私が消えまして。え、めっちゃいい感じじゃない？超いい感じ。いい感じ、いい感じ。もうちょい寄って。あ、こんな感じでいっか。いいよ、いいよ。できました。話しかけたいんだけども、私。全然話しかけれねえ。はい。お疲れ様。どうしたの？ワンツー。帰ります。もう帰っちゃうの？で、引き止めちゃダメだよね。またいつでも遊びに来て、ワンツー。もちろん。終わりました。アイラちゃん、お疲れ様。はい、今回のお給料、1万5000ポキよ。あざっす。今日はもうお仕事終わる？それとももう少し働いてく？終わります。わかったわ。ゆっくり休んでね。ふぅ。ほい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。あれなんやね。動物たちも配信をする時代なんやね、今。最新や。